のまんまる笑顔。みんな海に行ったことありますか？ある。海は好きかな？好き？その海にね、今困ったことが起きてるんだって。困ったこと。みんなお寿司は好き？好きよね。美味しいもんね。でも想像してみて、ほらこれ、そう、お寿司の上に魚がなくて白いご飯だけだったらどうしよう。ね、食べられない。これさ、ぐるぐるぐるって回転寿司がこれだったら回転ご飯になっちゃうよね。ねえ、ご飯だけ。そう、お魚がないの。じゃあみんなは砂浜で遊んだことある？楽しいよね、遊ぶの。砂山を作ったり、波を追いかけたり、生き物を探したり。でも想像してみて、砂浜がゴミだらけで裸足で歩いたり寝っ転がったりできないの。こんなにゴミがあるよ。どんなゴミがあるか見える？紙とか。そう、紙。メガネとか。そう、メガネもあるね。ペットボトルもある。こんな砂浜遊べないよね。じゃあ想像してみて、海が汚れてしまって魚や海の仲間もいなくなっちゃった。海はどうなってしまうんだろう。なくなってきます。じゃあみんな見てみて。こんにちは、僕デメちゃんです。デメちゃんっていうのよろしくね。みんないつもは海の深いところに住んでいて、海やみんなのことを見てるんだよ。今日はね、今海がとっても困っていることをみんなに知ってもらいたくて、ここにやってきてくれました。昔の海は魚や生き物がたくさんいて、それはそれは綺麗で楽しいところだったんだよ。人間のお友達もたくさん遊びに来ていた。どんなお魚がいるかな、わかる？タコ。タコ。エビくらい。多分ね。これはこれは？カニもいるね。お魚。で、遊んでるお友達もいるよ。ほら。楽しそうだよね。そう。でもね、だんだん人間のお友達が来なくなっちゃったの。なんでだと思う？暑いから。暑いね。暑いよね。とっても寂しい。最近は人間のせいで地球がおかしくなってきて、お魚や生き物の数も減って、海は元気がなくなってきちゃった。ゴミも増えて、このままだと魚の数よりゴミが多くなっちゃう日が来るんだって。どうしてそんなにゴミが増えたのかな。どうしてだろう。それはね、みんながお家で出すゴミがすごく増えて溢れちゃっているんだ。その溢れたゴミは川を流れて海に行ってしまうんだ。だから海にゴミが増える。みんなが住んでいるところと海は実はつながっているんだよ。人間の友達も遊びに来なくなって、ゴミも増えて、海の生き物も減って、今海はとっても困っているんだ。悲しそうだよね。さっきニコニコ笑ってたのにね、今海はこんなに悲しい顔してる。じゃあみんなで海を助けてあげよう。どうすれば助けることができると思う？片付ける。片付ける。ゴミを拾う。ゴミきれいにする。そうだね。みんながすぐできることってなんだろうね。ゴミを拾う。そうそう、海が喜ぶよ。じゃあみんなで海に遊びに行こう。お家の人に連れて行ってもらおう。お友達も誘っちゃおう。海で泳いだり、波で遊んで、砂浜で山を作ったり、川を作ったり。
生き物を探してみよう。そしてゴミがあったら拾おう。海も元気になる。海が元気になったら魚やその仲間も増えるよ。そうしたら海が元気になれば魚も生き物も友達もいっぱい。楽しいよね。みんなで浮き輪でぷかぷか泳ぐの楽しいよね。こっちでは砂山作ったりして遊んでるよ。そしてみんなが大好きなお寿司もほら元通り。そう、これマグロ。これはこっちサーモンだね。こっちこっちエビ。そうそう、みんなが大好きなお寿司に戻ったよ。君が海を好きになれば海も君を好きになる。海もまんまるピカピカ笑顔に。そして君もまんまるピカピカ笑顔に。さあみんなで海に